武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我悪鬼羅刹となりて目の前の敵すべてを斬る。サムライショーダウン。柳生十兵衛。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。幕府の指揮の下、邪悪なる何者かの意志が機運の広がりを助長していることが突き止められる。公儀隠密柳生十兵衛はこたびの騒動の原因究明、元凶となる存在の排除の任を命じられ、騒乱の渦中へと身を投じるのであった。お主も感じておるだろう、この身の毛もよだつ邪気を。半蔵よ、お主ほどの男を倒せずして、この先の毛量をどうして打てようか。異彩承知。なればこの服部半蔵、全身全霊を込めてお相手いたす。忍びの妙技、とくとご覧いただこう。元凶か、邪気に取り込まれておるとは哀れな。せめてもの情けじゃ、我が深海流奥義で葬ってくれようぞ。許せぬ、この世がそなたが憎い。
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずの大だまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の浄化昇天により邪気は薄れ、日の本を覆い尽くさんとしていた彩花は今や完全に鎮静した様子であった。青く澄んだ空を見上げていた十兵衛は、ことの顛末の報告のため半蔵と別れ、一人江戸への帰路に着いた。老中松平定信は十兵衛の報告を聞き、安堵の表情を見せた。しかし十兵衛は語気を強める。こたびの会議が残した混乱は未だ各地に根強く残っており、幕府にとっての戦いは始まったばかりであるのだと。危機に災禍、暴動、さまざまな艱難に見舞われながらも、それでも確実にこの国は前へと進んでいる。東の空から差す日に照らされながら、十兵衛は改めて思う。全ては天下太平の世を守るため、彼の戦いは未だ続いていくのである。